皆様こんにちは。第63回 NHK 杯テレビ囲碁トーナメントです。司会の長島梢です。今日は1回戦第17局 B ブロックから趙治勲25世本因坊対田中伸之二段の一戦です。どうぞごゆっくりお楽しみください。握りまして趙治勲25世本因坊の先番となりました。コミは6目半、持ち時間はなく初手から1手30秒未満で打っていただきます。ただし途中1分単位で合計10回の考慮時間がございます。それではお願いします。黒16の4、右上隅星。白4の4、左上隅星。対局者をご紹介します。黒番の趙治勲25世本因坊です。右下隅星。昭和31年6月20日生まれ、59歳、韓国出身。北に実る九段門下、日本棋院東京本院所属。NHK 杯戦は41年連続41回目の出場です。白4の16左下隅星。黒6の3かかり。白3の6。白番の田中伸之二段です。10秒。平成3年1月20日生まれ、24歳、福岡県出身。黒16の10。日本棋院関西総本部所属。 NHK 杯戦は初出場です。25秒。白14の3かかり。黒12の3ハサミ。28秒。白17の3、33。黒17の4、押さえ。白16の3。黒15の4、伸び。白14の4。それでは解説者をご紹介します。片岡聡九段です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。黒15の3。まずは今日の一戦、はい、見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、趙治勲さんといえばね、本当に今の歴史に残る大棋士ですけどね。そうですね、はい。でまあ、そういう強豪に対して、入団3年目ですが、新鋭の田中二段がね、どういう戦いぶりを見せてくれるかね、本当に楽しみな一戦ですよね。そうですね、はい、はい。そして序盤から割とペースが早いですね。結構早いですね、はい。こちら右上で定石が進んでいるところですね。はい、ここは多分まあバタバタと進むでしょうね。白15の2、はい、で今抑えになりました、うん、はい。この両者は初手合となっていますね、はい。うん、黒16の2切り。白番の田中二段は昨年の賞金ランキングの方で、はい、今年初めに昇段となりまして。あ、賞金ランキングで昇段したんですね。そうですね、うん、はい、本当にこう今勢いのある。そうですね、でも ね、 入団3年目ですか今年で、はい、それで NHK 杯に出場というのはね、あんまり記憶にないですよね。はい、17の2、やはりすごいことですよね。いや、すごいですよ。それは はい、NHK 杯出場は何人でしたっけ。50人でしたかね、はい。まあ、女流枠もあるから、まあ、日本棋院の中だけでは30数人ですかね。はい、その中に入るわけですからね。これ純粋に賞金ランキングですから、それだけ勝ってないと出られませんのでね。はい、そうですね、うん。まあ、詳しく調べてみないとよくわからないけど、入団3年目っていうのは結構記録じゃないのかな。はい、そうですよね、うん。そしてこの1回戦の相手が超25世本因坊ということで、ね、はい、どういう気持ちでしょうね。25秒。対局前はね、少しこう緊張をされているというようなお話も、そうですね、していましたが、やっぱまあテレビ対局ですから、なかなかこうね、初めてだとまあ、いろいろと
日本棋院で打つのとね違うことも結構ありますんでね、はい、うん、ただ、まあ、落ち着いて見えますね、うん、そうだね、はい、あの対局が始まったらばこうなんかあのなんですか、落ち着いた感じですね、はい、黒14の510秒まあこの辺はね、はい、まあ結構見かける形の定石ですね、はい、本当にこうもう昔からよく打たれている、うん、そうだね、定石ですよね、はい、白13の2抱え分かりとしては、うん、白の実利に黒の厚みと厚みです、ね、はい、いうことですね、うん、あの長治君さん最近ねあの3連星をね、はい、結構打ってるんですよね、はい、はい、20秒あまりこう少し前のイメージとは黒13の4やっぱりちょっと変わってきたのかなということを感じますが、でもね結構前から打ってるような印象はあるんですけどね。そうですか、はい、10秒、まあ、イメージとしてはあのこのなんですかね地に辛く地に辛くって、あのしのぎ勝負というようなイメージですけれども、まあね20秒、まあ、何でも打てるんですよまあ最近はなんか3連星が多いんですよね。25秒、うん、そうなんですね、はい、白14の1取り10秒私はあの白番の田中さんの碁はあまり見たことがないので、はい、よくわからないんですけれども、はい、どういった棋風か黒15の6どんな感じなんでしょうかね、ですね、うん、あの楽しむことを一番になるほど、はい、うん、あのこう考えにおいて打っているということで、あの本当にこう見ている方も、うん、見ている方にもこう楽しんでもらえるようにこう自由な発想で打ちたいというような、うん、はい、うん、ことみたいですね、はい、20秒あの大学時代に学生タイトルをこう何度も獲得されて、はい、そしてあの院生をこう経験せずに10の14ということで、うん、少しまあこうちょっとこう一緒変わったそうです、ね、はい、あの経歴かと思いますが、はい、まあ学生のタイトルを取ってプロに入ってくるという棋士はまあ何人かいるとは思いますけれども、はい、まるで院生の経験がないというのもちょっと珍しいですかね。そうですね、うん、10秒20秒、右上が、うん、一段落となりまして、はい、また大場に28秒向かってきていますね、はい、30秒田中信幸二段1回目の考慮時間に入りました。残り9回です。今こちら黒が詰めと言いますか、はい、ね、そうですね、まあ、ちょっと戻りますけれども、まあここで、まあ、こういう形になりましてね、はい、ここまだこうなるとこなんですけど、ここであの3つぐらい手があって、はい、まあ1つにまあここ上にかけず、まあ、これがまあ一番多いんですけどね、はい、それからここにかけすぎましたよね、うん、これまたちょっと意味のある手なんですけれどもね、はい、あともう一つはだから手を抜くというのもあるんですよ。ここで手抜きですか。手を抜いて例えばこっち一番広いところに打ってね、まあ、この切りは迎え打って、まあこうで、まあ、伸びに対して、はい、まあ、桂馬ぐらいに打っといて、まあ、上辺はだからまあなんていうんですかね、さばくという考え方、うんうん、まあ、こういう足の速い打ち方もあるんですが、はい、実戦は下にかけついたんですね、はい、ここをしっかりとこちらの傷を守りましたね、はい、うん、というかだからまあここを大事にしたんですね、うん、こっちにかけついておくとまあここはほとんど地ですからね、はい、でそれで星に開いて、はい、でここに下に詰めた、はい、これまたまあ棋風の分かれるところでね、はい、まあ、ここであの模様の好きな人だっただからこういうような手になるかもしれないんでね、うん、まあ、ここに下に行くあたりがなんかあの黒3の14先生のまあ自在な感じですよね、はいはい、模様一辺倒ではないですね、そしてまたこちらにかかってきました、はい、ね、超25世本因坊といえばもう本当にこう一時代を築かれた、ね、はい、まあ、本当大棋士ですよね。20秒、この NHK 杯でも
優勝4回経験されています。はい、まあ、あの全てのタイトル、まあ、グランドスラマーですよね、確かに、ね、そうですね、はい、タイトル獲得数がいくつでしたっけ。今は73すごいですね、はい、まだまだ伸びていく可能性も、まあ、これから先も、ね、伸ばしそうですけれどもね、NHK 杯もう41年連続ですか。そうですね、それがね、もう出始めてからずっと出てるわけだからね。はい、そうなんですよね。ただもの今期のこの出場者の中では最年長と、はい、あ、はい、うん、なりましたね。まあね、おそらく初めて出た時は一番最年少だったんでしょうけどね。はい、加藤国団は、はい、あの超25世ホームとは、まあ、同年代、まあ、同年代といえば同年代で、ちくんさんの方が3つぐらい年上ですかね、はい、ただ、白4の12、年は割り方近いですけども、はい、雰囲気としては大先輩という感じなんですよね。そうですか、これあの活躍、10秒しだした年代がね、やっぱり私たちとはやっぱまあ10年ぐらい違うような感じがしますので、はい、本当にあの10代の頃からね、20代の頃にもタイトル取ってたんじゃなかったかな、ちくんさん、うん、はい、うん、長地くん25世本因坊1回目の考慮時間に入りました。残り9回です。このハサミに対してというところです ね。そうですね、まあ、どうしようかというところですよね。まあ、黒はあの初め3連生でいきましたけれども、まあ、特に模様にしようということではないなかったわけですね。そうですか、はい、模様というよりもだからあの足早に打ってという、まあ、そういった感じの布石ですよね、うん、で今まあここにかかってこう挟んで、はい、まあ、打つ手はのそうですね、まあ、3-3に入る、はい、3-3に入る、うん、まあ、これが一番普通だよね、それからあとは一間に飛び出すこちら、うん、その2つぐらいがまああの、まあ、多いんだけどね、はい、まあ、その他にもだからまあ下につけるとかっていう手もあるんですが、あ、飛び出しましたね、はい、5の14、はい、飛び、うん、そうですね、この飛びも、うん、10秒、どうなんですか、地の手ですか。ね、これはだからまあ飛びに対して白は何か受けるんですが、まあ、その後の打ち方によるんだよね。20秒、あ、その後の打ち方によるわけだよね。どういう構想、どういう構想かという。20秒、だから1回飛んで収まりを目指すのか、はい、あるいはかかって飛んだ石を白、まあ、捨て気味に打つのかということですね、うん、はい、うん、黒2の16滑り、収まりを目指した打ち方ですね、はい、10秒、ここで白も3-3に単に受けるか、20秒、はい、どうかというところなんですよね、うん、25秒、うん、単に受けましたね、うん、白3-17コスミ、黒2-12滑り、うん、まあ、これで一応、まあ、一応安定したという感じですね、うんうん、はい、10秒、まあ、割とこうじっくりした展開ですね、そうですね、はい、こう少しずつこう形が決まっていくような、う、ね、はい、うん、20秒、25秒、うん、白5-13コスミツケ、これはすぐにコスミツケていくんですね、うん、これがねなかなかね、はい、これがなかなか10秒、まあ、最近流行ってるというかね、はい、よく打たれてますよね、はい、あ、伸びきった、うん、黒6-14伸び、コスミツケと伸びだと、まあ、これだけだとなんか悪手みたいに見えますけど、あの後ろからはだからこれ狙いがあるんですよね、はい、うん、この上と下に滑っている、うん、20秒、そのあたりをまあちょっと、ちょっとっていうかだいぶというか、はい、25秒、白18-12打ち込み、これまた強情な手だね、これは強情なんですか、いやいや、まあ、雰囲気としては、うん、もうそれこっちから詰めるからね、はい、うん、黒17-14、まあ、白としては、はい、何か戦ってるうちに
ちょっと大きいコウ材を作りたいんだよね。コウ材というのが左下で、左下にまあ関連するわけですけど、ね、はい、コウができるかもしれない、うんうん、20秒。白18の10、滑り。もう辛い打ち方ですね、うん、はい。これは黒地を荒らしていこうというところなんですね、はい、うん、まあ、ここにまあ狙いがあると言いましたけれども、つまり白からはね、あのこういくのが有力な狙いなんですよ、こちらにまたコスミつけ、うん、はい、これ押さえです ね、その時にまあこういうふうに打って、はい、で、ここに28秒、はい、すごいコウですね。これは大変なコウになるんだよね、うん、はい、これあの25星本因坊2回目の考慮時間が黒が負けるとほとんど壊滅ですから、回です。だから一つ大きいコウ材があると、ね、白が勝つとこういうような形になってしまう。そうそう、これも壊滅状態ですからね、はい、うん、だからこれ黒は絶対負けられないコウになりますんで、うん、大きなコウですね、うん、だからまあそこはだから注意しとかないといけないんでね、黒としてはね。だからまあ早めに何か言って入れとけば硬いんですが、滑ったところで考慮時間ですね、はいはい、そのコウをこう消すという意味でしっかりこう手を入れるというのもどうなんでしょうか。あります。はい、それも立派な手ですね。そうなんですね。うん、何か巻いて入れておけば、はい、これコスミつけて上に伸びた手が結構な握手ですよね。はい。おお、コスミつけですか。はい、黒また右辺で17の11、ね、なんだか戦いが起こりそうですね。これはね、戦いの手じゃないんだよね。そうですか。これは非常に手堅い。手堅い手ですね、はい、うん、白をこう取りに行ってるわけじゃないですね。いやいや、白を閉じ込めに行ってるわけですね、うん、はい、25秒。白18の11、うん、黒16の12、押さえ、まあ、こういったような感じで、はい、白を、まあ、辺の方に閉じ込めてね、はい、まあ、手厚くしたわけですね。25秒、うん、白17の13、まあ、ここら辺もまあ大体一本道になりますね。黒16の13、はい、白はこう生きるのはそんな難しいことではないですね。まあ、でも簡単ですけどね、はい、25秒。白18の14、跳ね、うん、黒18の15で、まあ、これでまああの白はまああの、まあ、これ切り取るわけにはいかないですから、はい、はい、まあ、つなぎの、まあ、つなぎということになるんですけれども、その形になるとあの右下がね、はい、あの黒地になりますよね。そうですね、もともとはあの三々の相手たところが、はい、はっきり黒地になりますんで、あ、打たなかった。白17の8、桂馬、つなぎ打たなかったですか。うん、どうなんでしょうか、その右下を地にさせないというような、まあ、これ切り取るよね、はい、うん、黒18の13、大きいですね、はい、あんまり賛成はできないけど、まあ、僕なら次を打ちますけれどもね、10秒、うん、今 切られたところにね、まあ、白はつなぎを打てば普通だったんですけれども、うん、はい、うん、20秒、まあ、黒もつなぎになりそうなところだったんですね、はいはい、つなげばつなぎになりましたね、はい、25秒白18の12、黒19の14、まあ、この切り取りはね、まあ、地だけで言っても逆寄せで、まあ、9目ぐらいありますし、はい、それとあと大きいのはこれあの白の目がこれまだはっきりしないんだよね。そうですね、これ何か生きなくちゃいけないのが、それがちょっと腹立たしいところで、はい、白15の8、飛び、飛びですか、うん、はい、まあ、こう突破していきましたね。そうですね、はい、うん、超25星本因坊3回目の考慮時間に入りました。残り7回です。くちくんさんとしてもだから想像し予想してなかった展開のはずなんだよね、絶対、はい、まあ、普通はまあここはつなぐんですよね、つな、うん、いで、でまあこうなって、はい、でまあここどうしようかなっていうところ、まあ、この辺に打たれちゃうとまあちょっと攻撃なくちゃいけないんで、うん、まあ、1回ぐらいなんか打っとくかどうしようかっていうぐらいの、はい、とこなんですよね、うん、でそれを打たれないで、まあ、こっちに行って、はい、単に打ったので、うん、ここがとても大きい、大きいです、切り切れたんですね、うんうん、はい、そして飛んでって、こういうのはおそらく、まあ、あの想像してなかったわけですよね、うん、まあ、想像してないと打たれてやっぱ結構戸惑うということはやっぱりあるんだよね、うん、はい、うん、40秒、どうなんですか、ここ白は狙いとしては、うん、閉じ込められないようにと、でまあ、出たわけですけども、うん、ただまああんまりなんかまあ賛成はできないんでね、とりあえずあの硬いところをこう行って、とりあえず地取られて
うん、まだ目がないですからね、またこちら10秒接続していきましたね。まあ、厳しくいきましたね、まあ、今の並びというか覗きというか、はい、そこに逆に白にコスミつけられるとある程度の目形ができるんで、ここはだからもう厳しく眼形を奪って、30秒、田中二段3回目の考慮時間になりました。そういうことです。残り7回です。はい、まあここですね、まあ、この逆に白にここにこういうふうに打たれると、これ結構弾力のある形ですね。当たりもこう効くような形ですと、あるいはだからまあこう跳ねになるとこう非常にこう、そうですね、目がありますんでね、はい、ですからまあこれあの露骨なようだけど急所なんだよね、これね、眼形の急所、でまあおそらくまあこうなって、これ出られたらたまりませんからねこうなって、で多分こうでしょうね、あるいはだからまあまあこれもやめとくか、まあ、ちょっとその、まあ、そこの狙いを、はい、ね、はい、でまあこうなって、はい、でまあ行って、まあこんなことやってるんですかね、これでまあこう1眼だけですからね、ちょっとこう逃げなくてはいけない、逃げなくてはいけない、次ですか、これはだからちょっと攻められてる感じですよね、はい、っと白は辛かったような気がしますがね、はい、あ、そこからいったやっぱり、はい、17の9より厳しく、まあそこで、まあ、黒が一つダメ詰まりますけど、ダメが詰まったらあんまり影響がなさそうな形ですからね、10秒、まあ、要するに抑えさせて覗こうということですね、はい、桂馬を確実に決めると、はい、はい、20秒25秒、白18の9抑え、黒18の7、この超25世本因坊といえばやはりこうしのぎのイメージがどうしても強いんですけれども、やっぱりこう一点攻めになるといかがですか。いや、攻めても強いですよ、それはもちろん、はい、まあね、まあ、しのぎというイメージは強いですけれども、まあ、しのぎが強いということは攻めが強いということでもあるわけだよね、結構ね、はい、白15の11、攻めてくる手も見えなければやっぱりね、しのげませんから。そうなんですね、はい、一人で打ってるわけじゃないですからね、はい、最強の攻める手が見えて、でかつ10秒、それに対するしのぎを見えてないとということですからね。超25世本因坊4回目の考慮時間に入りました。残り6回です。こんなところかもしれない、ここ来たので、ねえ、切られちゃかないませんからね、つな、げば普通なんですけどね、はい、あとは何だろう、だからまあこういうことをもしかしたら考えておられるのかな。これは切りますと、で、まあ、切りに対して、はい、つまりこんな風にやって、はい、取りに、まあここ何もやらなきゃ切っちゃいますかね、まあ、こんなようなことをもしかしたら考えているのかな。40秒、これは取れそうですね。そっちは取れそうですよね。あ、まあ、つなぎましたね、はい、うん、黒16の11次、はい、白18の8次、黒13の8帽子、上から気持ちよくいきましたね、はい、そうか、右上は別に打つ必要もなさそうですかね、特にね、はい、覗いた黒の石が、まあ、取られることはなさそうですね、はいはい、取られてしまうともう白が取られちゃうと生きちゃうから ね、田中二段4回目の考慮時間に入りました。残り6回です。こぼしはまあ急所ですけどね、私は先ほどだからまあこういうふうに言ったんだけど、まあ、それだとまあ一間飛びぐらいでということなんですけどもね、はい、ただ、まあ、帽子に行ってちょっとと嫌なのは、まあ、こういうふうに挟みつけられてね、はい、取られたくないと、これはまあ、まあ、一目取られるとまあ生きちゃいますから、それ面白くないですからね、はい、でそうやってだからまあもう一回ぐらいこう来て、はい、でまあこういうふうに渡られると、これなんか渡り止めなくちゃいけないですよね。そうですね、はい、うん、下がりぐらいでしょうか、まあ、その時に例えばまあこういうふうに打ってこられて、なんとなくちょっとダメが詰まってる感じもするんだけど、行きづらいような、そこにはなんか当たりが効いてるからね。そうですね、でまあ大丈夫なのかな、外跳ねぐらいで頑張っちゃってますかね、頑張って、まあ
少し心配だけど大丈夫そうですかね。まあ、ここさえ頑張ってれば、はい、帽子の方が厳しいんですよね。はい、15秒。ちょっと蓋をしてる感じはあります。そうです、うん、58秒。田中二段、5回目の考慮時間に入りました。残り5回です。はい、田中二段もここで少し時間を使われてますね。うんうん、40秒。うっかりするとね。うっかりすると、まあ捉えることはないですけれども、あんまりね、あの、損をしてしのぐようなのはやっぱ辛いんでね。はい、うん、55秒、まあ、とりあえずですね。白、うん、18の6つけ、黒17の7。25秒、白13の7、そこは筋ですよね。はい、うん、先ほどね少し解説いただいたところですね。はい、そうですね、うん、でまあそうなるわけだね。はい、うん、やはり外から黒12の7、はい、跳ねていきました。はい、うん、だからここでなんですよね。10秒素直にこう引いてるのですと、まあ引きだとね、まあ、伸び切られて、はい、果たしてそれで手があるかどうかですよね。28秒、そのラインは止まって、うん、そのラインは止まっちゃいますね。うん、田中二段6回目の考慮時間に入りました。うん、残り4回です。つけてまあ跳ねたところですけれども、でまあ、引けば、引きですと、まあ、こうなるわけですね。はい、うん、まあ、ここはだからまあここら辺がまあ大体効いてると考えなきゃいけないんで、はい、まあ下がりと、そうですね。はい、うん、ここに来てもまあねまだ大丈夫ですよね。大丈夫ですか。はい、これは他の手を打っても大丈夫そうですね。はい、だからまあこの地点はだからまあそういう、まあ、ここが効きということですから、はい、ちょっと筋が違うかもしれないんでね、これはね。だからまあこうやれば、はい、一応大丈夫かもしれないんでね。でまあ仮にこっちだと、つまりまあ、あのここがだからまあこういうふうに考えておきましょうか。はい、まあ40秒こっちでもいいんですけどね。まあこれで、はい、まあこれでこういうことになって、あのここにこう行ってちょっと切りにくいっていう状況があるからね。ここに白石が、うん、こう来ますからね。来てしまいますね。はい、ですので、うん、これ両方ちょっと、はい、55秒、そうそうそう、そういうことですからね。58秒、この辺りの60秒、まあ、ここはねなかなか難しいところなんでね。うん、今考慮時間に入りました。引き筋を、残り3回です。狙いながらですね。はい、だ今解説した手も、はい、ちょっとここに行く手もね少し辛いは辛いですよね。例えば、はい、こっちの方に来られてもあんまり嬉しくはないんでね、はい、形的に。結局だからまあこう行かないといけない。そうですね、見えないので、うん、はい、でまあこんな風にやればこれ捉えることはないんですけども、うん、これはねちょっと喜べない進行ではあるんだけどね。はい、このまま入っていたところからの進行を考えると、そうそうそう、考えるとあんまり嬉しくはないんですけども、だからもうちょっと何かいいしのぎはないかなという、はい、ところでだからまあ考えてるわけですね。白13の6伸び、はい、上に伸びですね。あ、そうですね、その手があればですけどね。難しいですねこれね。そうですか、上をしちゃうとどうなってるんでしょうね。20秒、そうそう、それがね、はい、うん、黒12の6押し、いや白もなんか危ないな。これ20秒田中二段8回目の考慮時間に入りました。残り2回です。慎重に時間を使われますね。伸びた以上はだからそうやりたいんだけど、はい、つまりこう切ってですね、ここから切られてしまうんですね。うん、まあ、逃げると、まあこうなって、はい、うん、それぐらいじゃ、だけどこれはもうあんまり関係ないですよね。はい、ここはもう一目取れても、うんうん、これは死にそうですよね。こっちが危ないですね。うん、これは死んじゃいますね。はい、だからなんだよね。はい、はい、もう、まあだから結局はだからまあこうやっぱりこうやんないとしょうがないかな。うん、まあ、これならば、はい、仮にこれならばまあ要するにまあこれはこういって、はい、50秒切れるんですが、それで切って死んじゃうなんて、ああつけですか。なるほど、はい、白13の9ね、つけ、うん、それもまあ一つの筋ですね。うん、超25世本因坊5回目の考慮時間に入りました。残り5回です。
まあ、ここも筋なんですよね、結局まあここが利きと考えれば、まあ、ここまでいけますからね、まあ、要するにそうくれば仮にこういうふうにやって、まあ、これはまあ手順どういくか分かんないですけど、まあ、仮切りからいって、まあ、露骨にまあやっちゃいますけど、まあ、こういうふうにやって、まあ、こうやって、まあ、こういうことでね2目取れますんでね、まあ、これはまあ形勢はともかくまあ一応これいきましたから、だからまあ強引にみんな取っちゃうというわけにもいかないでしょうね、ですからまあ見た感じはまあ普通は次ぐらいですよね、次ぐらいですと、まあ、一応こういうふうにやっておくのかな、まあ、ここを打つかどうか分かりませんけどこうやっておいて、つまりまあ切りがありますんで、おそらくつなぎぐらいですか、まあ、それならばまあ、まあ、この辺のついでに物のついでに決めてしまって、うちにこう儲けときますか、黒17のような曲がりっていうふうにやれば、まあ、死ぬことはないですよね、で今はああそうか、だから白がだからこう打たなかったからね、落としましたね、10秒、打たなかったから戻したわけですね、ちょっとほらあの押してこう当たってこられると字が ねだいぶ違うんでね、まあ、ここに打っておいて、だからこの利きをなくしたわけですよね、ここに打たれてみるとまあ立派な一着でしたね、曲がりは。田中二段9回目の考慮時間に入りました。残り1回です。白でもこう出ていくのは、ね、出ていくのは容易ですね、だけど、まあ、まだ1眼しかないから ね、 そうなんですね、これどうやればいいのかな、またな、まあ、ちょっと悩ましいですよね、まあこっちですかね、しかしまあこれやると損しちゃう、まあ、損しちゃうんだよね、一応なんか自然に2目取られますからね、これこちらも取られてしまうんですね、でもまあしょうがないですか、こんなことやってぼちぼちと、脱出していきました、脱出しましたね、ただまあだいぶまあ黒もねこの辺地が増えましたんでね、あとはまあどうやってもあんまりこうピタッとした雰囲気にはならんのだけどね、そっちから打ってもこうなって、で、まあ、結局まあこういう手ですけど、まあ、これでもまだあのちゃんとは収まってないですからね、ただまあしょうがないですね、何かやって、どちらか打って、まあ、とにかくしのいで、まあそうですね、まあ仕方ないですね、白14の8黒12の8次、まあ、少し失敗しましたけれども、まあ、ぼちぼちチャンスを待つという、ことですよね、この一連の右辺の戦いは黒がで成功したと思いますね、28秒、コスミですね、白12の10、コスミその方が良さそうですね、コスミの方はね、ここで、もっとまだ追求するか20秒、あるいは、まあ、少しね、ゆっくりめに、あ、つけですか、黒11の10つけ、まだまだ追求して、まあ、だからこれは追求というんですかね、まあ、白を、まあ、下辺の方につながってくださいという手だよね、これはね、まあ、跳ねれば、まあ、伸びとかで、ということだとは思うんですけど、上辺からなんとなく模様が、あれでも跳ねたら切っちゃうっていうのかな、もしかしたら、あ、そんなまた厳しい手が、もしかしたらそういう手があるかな、田中二段、最後の考慮時間に入りました、これで最後の時間はありますね、今こうつけたところですね、ですからまあこう跳ねて跳ねると、まあ、なんかあのこんな風に打ってねつながらせるのかなと思ったけど、もしかしたらこういう手ありますかね、これそんなに厳しい手がどう、例えばまあこう当てれば、こっちから当ててこう伸びてこっち出ていけませんか、出そうに見えるんですけど、だからもうこの思い切り切って、はい、普通はありえない手ですけどね、でまあこういう風にやって、まあ、取れればでかいだろうからな、これいくらこんなところ行ってもね、だからこんなことをもしかしたら、こうつなぎじゃこう伸びられて、なんかこれは変ですもんね、つながらないからね、だからもしかしたら、あ、ちょっと白もこんな心配もだから、まあ、してるかもしれない、まあ、田中二段もだからまあ跳ねるとだから切ってくる手が見えたんで今考えてるんだろうと思うんですよ、3、4、5、はい、これで戻りました、白14の10かけ継ぎ、やっぱり跳ねると危ないんですね、はい、超25世本因坊6回目の交流時間に入りました、残り4回です、でまあこれ、ね、これだと危ないというんで、だからまあここにこうじっと辛抱してですね、
もう何か他へ向かいますか。他に向かうか、だからまあもうちょっと形を、まあこうかなと思うんですけどね、打つ時はね、はい、でこれほっとくと、はい、目がないですね、まあ、白はだからまあかけついだのはこう跳ねてくれば、はい、まあ、これを打ってこれを決めてしまって、まあ、こうやればこれ2眼ですよね、はい、うん、確実にできてますね、はい、うん、まあ、こう決めてしまうか、あるいはまあこれ伸びて打っておいて伸び、まあ、次のぞかれちゃいかんでしょうからね、だから伸びるとだからこういうふうになるのかな、はい、まあ、それがいいかどうか、まあ、ちょっと跳ね出しの傷なんか残りますんでね、まあ、ちょっと決めて打つか、あるいはもう何も決めないで50秒、はい、どのあたりが、いやそれがよくわからないですよ、うん、それがよくわからないんでね、どこを出ばいいの。58秒、3-3か、黒3-3、そうでしたか、まあ、この辺なんかやっぱりまあなんていうかね、10秒、本質というと変ですけれども、本来の長智くんさんの辛さというか厳しさが出るよね、うん、はい、僕はちょっと気がつかないです。20秒、そうですか、うん、2-3-4-5-6、白4-3、黒4-2、跳ね、これはまた隅をあれしてしまおうと、そういうことですね、それとだからまあどうかしたらその外側の白を攻めてやろうというぐらいの欲深いことをもしかしたら考えたらやるのかもしれないね、はい、4-5-6、でも外行かなきゃしょうがないですよね、はい、これはね、白5-2、うん、はい、分断してますね、黒3-2、次、まあ、これあの一つにはあの隅、まあ、とりあえずあの黒は10を稼いで、はい、外側にあの白の勢力ができても、右上の方がだいぶ黒が手厚いですよね、うん、そうですね、ですからあの白の厚みは働かないと、はい、ですからあの3-3に入って10を稼いでしまうのが3なんていうかな、勝利への近道というふうに考えてるわけだね、はい、まあ、この辺はまあほとんども勘もありますけれどもね、黒2-5、滑り、この子上辺から中央、うん、なんとなくこう黒の字になりそうなのかなと見えて、はいはい、しまったんですが、うん、だからまあそういう考え方もあるんですよ、だからその右上からね、はい、上辺を何かこう囲っていくような打ち方もあるんですけども、はい、うん、2-3-4、あえてそういうのよりも、まあ、とにかく隅の実利を稼いでね、はい、黒2-6、はい、また次の子攻めに生かしていくと、そういうことですね、でまあ、ここで白は何か跳ねっていうんですかね、はい、あの桂馬にかかった石の上に跳ねぐらいやってれば普通ですが、でまあ厚くなりますけれども、はい、その厚みが働かないという考え方ですよね。20秒1-2-3-4-5-6、うん、白6-4、跳ね、あの片岡九段は3-7、跳ね、超25世本部とは、あの本坊戦の、まあそうですね、7番勝負でも戦われましたが、はい、もうひどい目に遭ってますですやはりそういったこう厳しさといいますか、ありますね、そのあたりは、うん、感じましたか、うん、やっぱり5番を挟んだ時の迫力ね、あの集中力なんかやっぱすごいですよね、はい、10秒1-2-3-4-5-6、白4の7、これは跳ね、稼いだだけじゃないんですよね、黒3-8、伸び、であと一つには、あの左下の、まあ、コスミつけての狙いがあると言いましたよね、この狙いが、でそれをね、今3-3に入って跳ね伸びたことによってもう消しちゃってるというのかな、20秒1-2-3-4-5-6-7、おお、勝負勝負だね、白ね、はい、すごいところにつけてきましたが、はい、まあ、そのぐらいいかないとっていうことですよね、はい、つまりここでこう跳ね伸びたことによってこの狙いを消したといったのは、はい、つまりコスミつけたらもうこう受けないんですよ、あ、そうですか、だからこっちつないで受けちゃってね、うん、ここは出られても出られても、まあ、これ曲がれるとちょっと答えるからなんかこんなふうにやっといて、10秒、はい、例えばなんかまあこちら何かこんなふうに打ってもね、まあなんですかね、なんかどっかこんなふうに打っといても小羽伸びてるからむしろこれ攻められそうだね、28秒、うん、だから全てだからその辺までを考えての3-3だったんですね、ここまでこう打ってコスミつくには、はい、だからもうかわしちゃうということ、はい、でまあそこはそれはそれとしてまたここですごいことになりましたね、こういってつけに跳ねて、うん、この辺はやっぱあれだね、はい、田中二段も勝負根性がありますね、この20秒、うん、勝負でですね、はい、2-3-4-5、
白14の17。もう考慮時間は、使い切ってしまったので、ね、はい、1手30秒というところですが、ここは勝負と、ここ勝負ですね、来てますか。何か勝負に行かないと、はい、白としても自力になっちゃうんでね、はい、だからでも、このツケ2段はなかなかの感じですね。20秒、はい、25秒。黒14の16、切り。黒もこう簡単なこう対処がなかなか見当たらないですか。いや分からんですね。来た時伸びですかね、はい、でまあこれで白15の15、そのなんですか、一郎斜め右みたいな切りがね、はい、成立するかどうかなんですよね。なんかやってるうちに、はい、うん、この、まあ、ここでだから、うん、はい、7足をこう切り離すような、そこの塊の7足っていうんですか ね、ね、うん、はい、そこが白の最大の狙いなんですよね、だからここで黒は1目を抱えていられるかどうか、28秒、超25世本因坊7回目の考慮時間に入りました。残り3回です。こっち抱えたいんだけどね、これは取れますね、それ取れますね、はい、それで、まあ、これが効いて、はい、まあ、こういうのが成立するかどうかですね、うん、はい、黒もそうですね、切られてしまうとやはりちょっと、まあ、ちょっと気持ち悪いですよ、うん、そうですね、あるいはだから他に今ここで考えてるわけですけど、うん、他の手がどうかだよね、うん、他の手もまあまあなんかいろいろありそうなんですよね、はい、でも黒も切りが、ね、うん、あるので、そう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 、うん、ただまあこの一目はなかなかここにあるんで、40秒、この一目は取られそうもないんだけれど、ここは難しいところですね、はい、うん、50秒、おお、そっちでいった、はい、黒14の18、うん、抱え20秒、1、2、3、4、5、6、白16の15、曲がり。そうだよね、そうだね、あいたあたあた、はい、少しぼやきが出てきましたね。10秒、両あたりがありますね、そうですね、はい、うん、20秒、ただまあ引いて受けるのはなんとなくちょっとね、はい、気持ちとしてはあんまりしたくないですよね、超25世本因坊8回目の考慮時間に入りました。残り2回です。曲がられてここ、はい、そう、この切りがあるからね、この両あたりがあるからね、これ何か守らないといけないんだけど、ちょっとこれだとあの形が緩むわけですね。だから例えばこうあたりに対して、はい、もしちょっとこれ引きもあるだからね、だからまあこうなってこう切られて、これとこれ効いてますからね、結構ね、はい、そうですね、うん、やっぱりだいぶ白の形のゆとりができますんで、まあちょっと、まあ、こう曲がられる手を少しうっかりされたのかもしれないね、はい、うん、だから白黒としては最強は外側からいっちゃって、これみんな取るということだけど、危ないな、しかしこれ、うん、これ、うん、それに対して例えばこうやって、はい、あ、うん、取らせて、うん、取らせて、外側からというわけにもさすがにいかんですかね、これは目ができるかどうか、どうかですけどね、はい、ちょっと危ないですよね、しかもこの辺打たれてもね、はい、うん、58秒、はい、60秒、超20秒ですね、続けて考慮時間に悩んでますね、悩ましいですよね、1回です、このツケからちょっと厳しい狙いが、いけない、ひどい手打っちゃったんだね、うん、そうですね、そうか、そうだよな、当たり前だな、バカなことやるな、いけねばっかな、あおちゃいまんねん、たわてんねんだってね、これは やはりちょっと受け方が、そうですね、悩ましいところですね、
40秒。いや確かにこれどうやっていいんだかね、結構これ本当に悩ましいですね、はい、うん、はい、50秒。あ、もう時間ないのね。あと1回やります。55秒、うん、58秒。え、おー、そっち行きましたか。黒13-17取り。はい、ベンチがアホだったか。これはしかし隅にはみ出してこられる、そうですね、ことは心配だけどね。当ててきますよね、これは。はい、うん、切りも一応まだ、切りも一応あります、ありますね、うん、すぐ切る手も、まあ、ないことはないんですけどね、はい、まあ、それよりも隅の方にはみ出してくるんじゃないですか、はい、6、7。あ、そっち白14-15。まあ、これで打っておいて、はい、はみ出す手と切りを見合いにしたということなのかな、うん、なるほどね、うん、10秒。隅にはみ出しちゃいたかったような気もしますけどね。もうここは10秒、うん、はい、前がかからない。25秒。うん、まあそうなりますね。黒17-15。こうなれば、はい、まあ、黒としては、中央の7目ね、これが取られなければということですかね、はい、うん、あるいは捨て石にするようなことも考えてるのかな、もしかしたら。あ、捨て石ですか、7目、ね、20秒、うん、ということもあるかもしれないですね、はい、うん、4、まあ、飽きるよりしょうがないね、とにかく、うん、はい、うん、白16-14切り。でここでどういう方針でいくかですね。あ、やっぱそっちからか、はい、これはだから捨てる方針かな。白14-14、うん、曲がり。これは捨て石になるんですね。取られたということではなくて、いや、まあ、取られたという言い方もあるんだけどね、はい、うん、まあ、黒としてはこんなつもりじゃなかったでしょうからね、うん、はい、でもまあそういうことですね、はい、黒13-14、押しが、押し、そう、もう一回また押しが効くからね、はい、まあでもね、はい、まあ、とにかくまあ一応とにかく取りましたからね、これはまあ、実利としては20数目、はい、うん、儲かってるからね、少しやはり下辺が今度は白心配になってきますか。4、5、6。白14-13伸び。黒13-13押し。白14-12伸び。ただね、あの7目取って、はい、まあ、これ実利が20数目増えましたし、はい、それからあとプラスはまあ、これ7目取ったんで、白の大石に対する効きがもう何もないですからね。そうですね、まあ、それも相当なプラスなんですね、うん、はい、これは白成功しましたよね。あ、まあ、ね、はい、うん、25世本因坊最後の考慮時間に入りました。残り時間はありません。この別れですが、やはり、まあ、小さくはないと、これが14、16、18、20、だからこほらこの辺の羽とか伸びとかもう何も効かないから、それがそのプラスが大きいんですよね。多いのは分かんないんだね。ちょっとこの辺りがまあちょっと気になるところですが、だから黒としてはだからこっち下辺に何か入っていくというのがまあ一つだよね。あとはなんかまあこっちの方からこういってこの辺でいくのか、こちら側も大きくなりそう、そっちも大きそう、どっちで行くかですよね。だからまあこれで行くのか、こっちの方、まあ、こうかこうか分かりませんが、その辺を増やしに行くのか、はい、まあ、結構難しいですよ。あ、そっちか、はい、曲げました、うん、黒4-8曲がり。まあね、方針の分かれるところでね、まあ、打ってるとやっぱり今の曲がりに行きますかね。手はね、下辺はちょっとはっきりしない意味がありますんでね、はい、はい、20秒。1、2、3、4、
白三の十三コスミツケ。はい、ここでコスミツケですね。うん、そうですね。まあこれは当たらないと思いますけどね。うん、はい。十秒。でこうになってしまうと黒に負担が。ね、そうですね。まあじゃあしかしまあそうとも限らないかな。当たる可能性もあるかな。2、3、4、5。コウ材の具合が。そうですね。はい。気になりますね。うん、はい、やっぱりまあそっちでしょうね。白四の十四次。ただね、これであのまあ左辺も出て、はい、これであのみんなしのいじゃえば、地合いの勝負が、これは地合いの勝負はあの白だってね、あの、はい、右辺で7目取ったの大きいですからね。はい、うん、そうですね。白二の十三。黒もやはりどこかでこうポイントを大きく上げないと。そうですね。20秒1、2、3、4、5、6、7。うん、まあこの3がしょうがないそうですね。はい、今のところ逆に曲がられるとね、形が悪くなっちゃうんですよね。うん、ちょっとこうぐにゃっとこう秋三角のように、それはね、受けなくちゃいけない。うんうん、であの黒の目もなくなってくるし ね、 そうですね。で白の目ができてくるという、だから、はい、地味なんですけど大事なポイントなんだよね。うん、白2の11つけ、はい、そして下辺に行きましたね。黒8の16、まあ、とりあえずこれ1回入って、はい、まあ、白がどう挨拶をするかですね。20秒1、2、3、4、5、6。うん、そうですね。はい、まあ、良くても悪くてもそれ出れるでしょうがないね。はい、うん、あ、でもなんか面白くなってきましたね。そうですね。うん、この間2段もなかなかやりますね。初めはちょっとなんか硬さが見えて、苦しそうだったけれども、はい、20秒結構勝負形になってきましたよね。これはなんとも、はい、8の15押し、この辺の頑張りによっては白にもチャンスがありそうですね。うん、要するにみんなしのいじゃえば、まあ、右辺の稼ぎがねものになってきますからね。はい、うん、黒右下がもう大きいですけれども、あとそんなにこうたくさん地があるわけではないですね。うん、2、3、4、5、白7の14、黒6の13。なんとなくお互いこうえいえいという感じですね。しょうがないしょうがないっていう、はい、白6の12 20秒1、2、3、4、5、6、7、8。うん、羽ですね。黒、うん、はい、7の12、ここは羽ね。そうですね、まあ、ちょっと切りにくいですからね。黒は大丈夫ですか、切られても。そうですね、うん、白6の11伸び、まあ、切りだとあのここがあるんですね。ここがあるんですね。そうそうそう、はい、こちらとこちらが、そうそう、見合いになる、はい、うん、ですので、だからまあこう伸びて、はい、今度これはまあ握手ですけどね、まあ、こう繋がれて、捨てられてしまう、今度ここにいるから当たりにならないからね、これ捨てられちゃう、ね、はい、ということですね。3、4、5、6、7、8。黒2の17、はい、すごい手だね、これもね。10秒かし、これで外側切ってったらどうなんでしょうね。はい、切りたい気持ちもあるけどな。20秒1、2、3、4、5、6、7。抑えた、うん、白2の18押さえ、まあ、黒に継いでもらいたいということですか。10秒、なんね、はい、まあ、継げば当然、まあ、白はその右下にこう、ま、ぐっと出てくるわけですけどね、はい、それがなんとなくあの白の調子がすごくいい調子ですからね。4、5、6、7、8。黒も簡単には5の17そこにつかないんですね。左下は黒は秒目もない、ね、切られてしまうと 目がないですよね。はい、20秒1、2、3、4。まあこれはしょうがないんだけれど、白5の16、うん、次、まあ、結構微妙ですね。 まあ、ここでだからつなぐのかな。今のこの覗きの黒はどういった意味が、あ、意味ですか、はい、ね、つまりですね、はい、まあ、こうやってだから覗い、狙いはだからこうやって20秒、はい、あ、これで連絡、こっちなんですね、はい、うん、果たしてだけどこれを、これ連絡するとあの目がなくなる、ね、うん、はい、すぐこれができるかどうか。お、あ、黒7の16当て込み、当て込んだ、うん、どうなってるんでしょうか、ね、
形としては出ちゃいたい形なんだけど下にですね、はい、10秒、まあ、でもこれはつなぐかもしれないですね。どっちだかな。3、4、5、うん、つなぎでしたね、はい、うん、白6の15次黒7の13でこれ本当は渡りたいんだけどさすがに渡るわけにはいかないですよね。ここでつなぐですね、うん、そうですね、はい、で出たらば渡ろうということだね、うん、10秒、はい、白8の14これで、覗いた石、そうですね、そこに渡って、はい、6の17さすがにだけどこの辺やっぱりまあちくんさんの打つ手は緩みがなくて厳しいですね、そうですね、うん、白全体の眼形がないですね、眼形を、はいはい、奪ってるんですね、うん、20秒1、2、3、4、5、6、7、8、白9の14伸び、ただまあこうしてみると、はい、まだねこの下辺はなんとか4の18生きないといけないですよねこれはね、はい、うん、はい、まあ、これが白つなぎと変わっても黒手は、うん、手を抜くのはちょっと単独では生きてはいないですね、うん、はい、何かしら一手入れて、はい、それで白は中央に回ってということだよね、はい、20秒、はい、1、2、3、4、5、6、7、うん、しょう白3の18次、うん、はい、黒9の17コスミ、激しいですね。いや激しい、なかなか面白いですね。はい、見てる方としては本当に、うんうん、面白くなってきたね、はい、面白いところですね、うん、ここでだからまあ左下のね、はい、白全体はまだ半眼ぐらいしかないですけど、左下の黒もこれ生きてないですからね、そうですね、見えないですね、うん、5、6、7、8、白11の11、羽、これ羽には伸びようとか言うけど、果たしてこれは受けるかどうかですね。20秒1、2、3、うん、そうですね、はい、黒7の11、押し、まあ、白もいろいろ打ちたいところがあるんですけどね、はい、うん、そうですね、3、4、5、6、7、8、白6の10、伸び、どんどん、黒どんどんいきましたね、7の10、押し、ここが止まってしまうと、まあ死ぬことはないと思うんだけどね、はい、というか受けてられないんじゃないですか、真ん中が危ないですか、真ん中もう一手打たれると白はこれ繋がらないでしょうからね、10秒、1、2、3、4、5、6、7、あそっち行った、白ました、ね、頑張った、うん、伸び、しかしこれ大丈夫ですか、下辺一軒ぐらいに行くと、はい、この中央跳ねた白と下辺伸びてきた白が、そうですね、つながるかどうか、そうですね、切れるとおそらく死ぬでしょうからね、目がないですね、うん、20秒1、2、3、うん、はい、ここに打たれてこれ無傷だとは思えないんだけどな、片付き、まあ要するに白としては左下に半眼ぐらいしかないからね、はい、うん、20秒1、2、3、4、5、6、7、8、白10の13コスミツケ、黒11の12、はい、これで連絡が断たれましたね、これで連絡は完全に断たれましたね、で目がおそらく目はできないでしょうね、あそうですか、うん、ように思いますけれどもね、真ん中あたり、うん、真ん中あたりで、だから先手の一眼なんです、そうですね、作らないといけないですね、3、4、5、6、7、8、白10の17、10秒、うん、黒10の18、羽、眼形のできる手が見えないんですけどね、あ、うん、はい、20秒1、2、3、4、5、6、7、白、うん、これもね、9の12、うん、そこに今当てた手が出た手が冷静でね、うん、ちょっとこれは二眼できそうもないですね、はい、20秒1、2、3、4、5、6、7、8、白11の18、
下辺の黒もあまりどうでしょうか。そうですね、まあ普通につないでおいてね、はい、まあ、はっきり生きてますので、そうですね、そんなに狙いが、うん、はい、そうですね、4、5、6、7、うん、まあかけすぎでもいいですよね、はい、8の18、まあ、より固くということですね、これはね、20秒、1、2、3、4、白11の13。あ、しかし、はい、しっかりしてるとあれか、これ真ん中に何か受けちゃうと生きられちゃいますね。だからここで跳ねない、隅に行かないといけないのかな。隅の目を取るのが6。あ、切り。お、黒11の17。どうぞということですか。切り、うん、どうぞ、切ってくださいということだよね、これはね。隅に下がれば生きてますからね、これでね、二眼できてます。あ、いや、そうでもないのか。いや、生きてますよね。はい、うん、そうですね、真ん中に一眼できてますね。際どいけどね、際どいけど一眼ありますね。3、4、5、6、7、白1の18、下がり。ただ真ん中に当て込んでくる筋があるもんだから、はいはい、うん、それでどうなるかですね。それでまあ一応は生きてるんですけどね、まあ、やらない、うん、黒5の7。ああ、白の目がないかと、思いきや、思いきや、あ、思いきや意外としぶとかったんですかね。はい、どうだったのかな、ちょっとこう自重されたんでしょうか、黒はのような感じもしましたけどね。はい、1、2、3、4、5、6、7、白9の3。下辺がまるまる黒の字に変わったので、そうですね、うん、はい、まあ、これで悪くないという判断なんでしょうけどね、はい、ええ、黒12の11、取り、まあ、抜きました。あの、ここにやる手があるんですよ、ここに黒が目を取りに行くと、うん、でこうやってこう切るとかね、ここで切られるんですね、うん、はい、で抜くと、まあ、抜くとだから、こちらから、ね、はい、はいはい、やっぱり掛け目になってしまいますね、うん、で、まあ、あの、これがないときはの、はい、ここが利きだったんで、ここが利いてると、うん、はい、で、まあ、こうやれば白13の12、何かそうそう、せずにそっちやればこちらに打つのが生きたんですけどね、はい、うん、ただまあ、だから黒もだからそこからやっちゃう手もあったような気もしますけど、この切りでもしかしたら目を取りに行ってもあったかな、ったか、まあ、ちょっとよくわかんない、うん、はい、まあ、実戦はそれで、はい、抜きを打って曲げて打って、はい、だからまあここの利きを、うん、作ったというんですね、はい、5、6、7、黒8の4、まあ、これで十分だという判断ですよね、はい、おそらくまあそうだと思いますね。そうですか、うん、試合はやっぱりまあだいぶのような気はしますけれども、はい、3、白9の4、押し、やっぱりね、右下の黒地はまあ結構利きは大きいですよね、うん、はい、黒8の6、でまだ、左辺の一段もまあちょっと目がはっきりしないもんですからね、はい、またこう上辺から少しずつこう、うん、そうそう、黒石がじわじわっとこう来て、10秒まだ完全に来てはいないですね、うん、左辺が20秒1、これは何かまあ上辺とりあえず受けなきゃいけないですからね、はい、5、6、7、白6の6、飛び、まあ、この飛びで上辺も受けちゃうとかね、だからまあこれで、三線に抑え込んできたらばどうなるかということはあるんですけどね、20秒1、2、3、4、5、6、7、黒6の7、10秒、これで、はい、つまり左辺白は打ちたいんですけどね、何かね、はい、それで、あの、上辺を押さえ込んでいく手が果たしてどうでしょうね。三節のところですね、5、6、7、うん、まあその辺に打たないと、はい、2の9、死にそうですからね、今のところ打っとかないとね、はい、うん、20秒1、2、3、4、5、6、7、8、おー、いった、黒8の3、抑えいきましたか、はい、うん、一番厳しい、そうだね、うん、手ですね、ね、これが成立すると10秒、まあ、正真正銘に終わりになりますねこれはまあもう蓋を跳ねてから割り込むか、はい、まあ、単に割り込むか、はい、
どっちですかね。いずれにしてもこれは難しいね。7、うん、またね、はい、うん、白8の5割り込み。まあこれ白としてはもうね、ここでダメだったらしょうがないですからね、うん、はい、うん、白も最強の、はい、はい、手でどんどん応じていきますね、うん、としてはもうしょうがないです、うん、はい、まあ、黒の方はやっぱり、まあ、あの今抑えていかなくても多分形勢は良かったんで、心理的にはちょっと嫌なんだよね、こういうのはね。6、黒でも一度やってしまうともうもうやっちゃったらしょうがないからね、止まらないですね。でこれで失敗すると大逆転ということになるわけですよね、はい、うん、どうなってんだろうね。どうでしょうか。いや結構難しいですよこれ。白がつなぐとやはり切りが2つで、そういうことですね、切れてるんですね、切れてはいますね、そうでしょう、うん、20秒、なんかこれはまた難しいね。1、2、3、4、5、うん、白9の5、次、うん、黒7の4、これで切ってどうなるかだね、はい、うん、まあ、これ白としてはもう元々悪かった5ではありますのでね、はい、もう気は楽という、うん、楽といえば気は楽なんでね、はい、攻め合いのようになる可能性もあるし、白あるいはここで息を目指すか、黒6の5、出ていってね、うん、上辺で黒は上辺で息を目指すか、はい、これまあ白が大変ですかねこれ。10秒、まあ、死ななければということもあるんで、まあ、しかし、うん、まあ、得したかどうかも微妙かな、やっぱりこれ、まあ、とにかくこれは、はい、3、4、白は捉えることもなさそうですね。6、7、うん、そっち出てね、はい、うん、白5の6、黒5の5、10秒、うん、白4の6、次、まあ、この辺にね、はい、つなぎが来るのもね、これも一手の手になってるなんだかんだほら、ピタッと、うん、あの外側がちょっと押さえづらい、押さえにくいですよね、押さえる手があればいいんだけど、はい、ちょっと切りがちょっと危ない、そうですね、難しいですよね、はい、20秒、うん、ありそうですね。1、2、3、うん、黒3の4、当て込み。だからそうなって、はい、まあ黒としてだから息を目指してるという感じですねこれはね、はい、うん、白のつなぎになるとしてで、2線を抑えていくんじゃないですか、うん、はい、うん、渡るぞと、はい、うん、そして目を作るのも見合いにそんな感じですね、そんな感じですね、はい、ただそれであの黒が儲かったかというとあんまり儲かってない気がするんだけどね実はちょっと外側もね、外側結構ボロつきましたね、そうですね、うん、白4の5、次、まあこれは外行くわけにはいかないですからね、行かないでしょうね、はい、なんかまあちょっとさすがに無理ですね、そうですね、うん、無理ですね、うん、いけね、だんま20秒、1、2、3、4、5、6、7、8、お黒7の抑えましたね、まあ、その点ありますかね、どうでしょうか、いやいやいや、頑張って、あ、そこまでいくとは僕は思わなかったんだけど、はい、でもまあなるほどね、まあ、2線のところに当ててきたらば、はい、まあ、これを抑えてこうということだよね、20秒、1、2、3、向こうの形にするわけですね、とにかくね、5、6、7、8、白そこがどうなってるかですね、そこがどうなってるかですね、はい、うん、黒9の6、中央伸びたらもう効かないよと言ってるわけだねこれね、あ、そうなんですね、うん、上辺の白の手数が3手ですからね、はい、うん、20秒手を伸ばして、うん、いやいやどうなってるんだこれは、なんかよくわからない、とりあえずだからまあ2線に当てのような感じだが、単に切りですか、白5の8、切り、うん、なるほど、左下がこれ今度捉える可能性が出てきたね、左下の黒ですか、黒ですね、はい、振り替わりみたいな感じですねそれはね、どうなんだろう、いや、うん、いやいや、すごいことになっちゃいましたね、そうですね、あ、黒9の7、あ、なるほど、これはまた賢いのか、まあ、つまり3目を捨ててということだよね、はい、なるほどね、冷静な一着です ね、 そうなんですね、それまた、うん、ちょっとこう3目を逃げ出していくと、3目逃げ出していくと調子で白が出てきて、左下の黒が危なかった、うん、ただこれで白も3目を素直に取るか、はい、やっぱりまあ2の線に当てていくか、あ、素直に取りましたね、白8の8、いや、なんだかまだまだ波乱がありそうですね、そうですね、うん、やっぱりまあ早追っていうのはあれだね、本当にまあ、あ、ひどい手打っちゃったな、いけね、あった、あいたたた、20秒、1、2、3、4、5、6、7、あ、ひどいな、
うん、まあ、黒ですね。6の2、抑え。これでだからまあ上辺は先手では生きているというか、はい、まあ、まあ先手では生きているわけですね。そして4つは取れそうですね。はい、でそれであの中央に何もなければ、はい、OK ですよね。はい、黒が安全につながっていれば、ね、はい、つながっていそうだから大丈夫そうですかね、黒はね。はい、まあまあ、白5の1下がり。で下がりましたね。はい。うん、ああ、ひどいことになっちゃったな。あらまあ。あらまあ。10秒1、2、3、4、5、6、7、8、黒12の13、ぶつかり。なので今のぶつかりが効くんですね。はい、うん、逆に白の目を、まあ、これで、まあ、取ったというか次取りますよ、まあ、そうですね、ということです。はい、白を受けなくてはいけないので、ちょっと連絡が、うん、あらまあ、ひどいこと、ね、できそう。連絡の手が残りましたね。連絡の手が残りました、ね。はい、秒1、うん、2、3、4、5、6、7、あ、いかん、ひどいことやっちゃったな。白11の14、次ゆちくんさんがしきりにぼやいているけれど、そうですね、どういうことですかね。4目を取れば黒が優勢だと思うんですけれども、何か嫌なことがあるんでしょうかね。20秒1、あ、いけね、2、3、あ、ひどいな。5、6、7、8、黒、まあ、そういうことですね。はい、これで上辺を取った、これでまあ上辺の4目は取ったということですね。うん、はい、でそれであの中央が何事もなければ、はい、10秒、あ、いけね、やっちゃった。いやちゃったと言ってますけれども、どうなんでしょうね、はい、果たしてやっちゃったのかどうか。20秒1、2、3、4、5、6、7、8、あ、やっちゃった。白8の2跳ね。今これは抜かないといけないですね。はい、あ、ひどいね、これは。10秒、黒5の4、一目取り。あ、そうか。白7の8、黒7の2。ここがね、やっぱりちょっとこの、例えばこの辺が効いて、はい、何かまあ、なんかこうやってこう、素朴な手があったんですね、素直に。うん、これで、うん、はい、一番素直な手があるんですね。これ切り離されてしまうと、うん、ね、目が大変ですね、目がないですね。ああ、そっかそっか。でこれに10秒、受けれない、受けれるのかな。こちらをもし受けるとすると、まあ、まあ、そっちを受けるとするとなんか怪しげですね。ちょっと薄そう、まあ、何があってもまあ不思議ではないっていう感じですね。ね、はい、黒9の11、でもやはり、うん、はい、真ん中今、そうですね、まあしょうがないです、ね、うん、そうか、だからそこに押して割り込むっていうその一番素朴な手があったんですね。はい、僕もちょっとおっかりしてました、そこ、はい、うん、これはしかし中央なんかまあ何かしらいろいろありそうだな。はい、大丈夫でしょう。10秒、大丈夫ではないですね。1、2、3、4、5、6、7、8、うん、雰囲気はそこに跳ね出したんですよね。12の5、跳ね、雰囲気はそこに跳ね出したんだよね。で、その跳ね出しされた時に果たして切れたな。ありゃまあ、いやいや、ありゃまあ、まあ、まあびっくりですね、本当にね。はい、うん、20秒1、2、3、4、右が切れてくると右辺がおかしいからね。11の5、押さえ。切れたな。これで3目を当たりみたいに上からいけばなんですかね。はい、まあ、4目は取られて、いや本当にこれは、うん、いやいやいや、これは20秒また当たりを打ってないしな。これ当てられてどうするんですか。なんか10の6、感じとしては大逆転ですかね、これね。はい、うん、そうか、これは結構ひどいですよ、本当に。あらま、呆れたね、これ。いや、これは結構本当にひどいですね。あ、打つの忘れちゃったね。
宇都宮先生って言ってるのは当たりを打ってないよね。はいはい。一戦の当たりがね。うん。切れた。いやまあしょうがないんですね、これ先切るよりね。はい、黒14の7、切り。わあ、また。いやいや、これはまあ、形勢はよく分かりませんけど、ものすごく白が得したことだけは確かですね。はい、うん。多分投了寸前だったんですけどね。はい。うん、試合で手形と言っても黒が良かったんでしょうが。3、これはものすごい損しちゃったもんね。はい、白2の8。ひどいね。まあ、普通は白が勝ちになってるはずですけどね。どうだろう。黒2の7、うん、次。ひどいね、これは。ああ、たたた、そうか、また間違えてた。20秒、1、2、3、4、5、6、7。ひどいな。白17の16、黒16の17、次。うん、で実際のところ形勢はどうなんだろうね、しかし。はい。もともとは黒が大幅にリードしていたんですよね、うん、上辺に抑え込んでいって白が割り込んだところからの変化で、うん、そうそう変化、これは白はかなり得をしてもう大誤算ですよね、黒としてはね。はい、3、4、5、6、7、8、白4の17、当て込み。あいただだ、ひどいね、これは。あいだ、ちょっとアクションも大きくなってきましたね、はい、まあ、まあ本気ですよね、これはね、はい、本音の嘆きですけどもね。はい、はあ、我慢に来たね、これはね。20秒、1、2、3、4、5、6、7。はあ、ひどいな。黒12の9、黒はこの真ん中の3子がこう逃げる、そう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 いうことなんだね。はい、10秒。形勢はだけどでもどうなんだろう。はい、黒字もいっぱいありますからね。はい、いかがでしょうか。雰囲気は大逆転なんですけども、意外とそうでもないかもしれないですよね。はい、ちょっと計算してみましょうね。20秒、1、2、3、4、5。白10の7、黒13の10、今ざーっとですけどね、はい、白地が55あるかどうかという感じでしたかね。で黒が、はい、20秒、1、2、3、4、5、6、7。白18の3、曲がり。黒14の9。まだしかし微妙に黒が残ってるかな。あ、本当ですか。はい、どうだろう、うん、いやまあちょっとよく分かってないです、まだあのあまりの変化にですね、ちょっとこっちもついていけなかったもんですからね、はい、うん、まあ、それだけ黒のリードも大きかったんですね、もともとはね、はい、20秒、1、2、3、4、5、6、7、8。うん、黒4と9、曲がり。まあ気を取り直してということですね。はい、寄せ勝負ですね、うんうん、その辺まあ良さそうなとこでしたよね、うん、20秒、1、2、3、4、大きなところは、まあ、そうですね、白4の10、はい、この辺り左下の紙取りあたりですね、はい、そうですね、はいはいはい、あとは、まあ、左辺の一目、2線にある一目、はい、20秒、1、はいはいはい、黒の一目、黒の一目、はい、これは渡るあたりも大きいですし、はい、6、黒4の19、下がり。ものすごくこう大きいというところも残って、うん、そうですね、うん、もうここまで来るとね。20秒、1、2、3、4、5、6、7。白18の16、黒18の17、つけ。10秒、20秒、1、2、3、4、5。白地はやっぱりまあ55ぐらいですね、はい、うん、白5の18、切り。黒6の18、60目をちょっと超えれば、うん、はい、込みも出せそうですね、うん、まあ60目は超えてますね、優に超えてますね。あ、そうですか、うんうん、やっぱりまあ黒がいいのか。あ、そうですかあ、はい、20秒、1、2、3、4、5、6、7、
まあ、下辺がだって40以上ありますよね。ええ、そうですね、うん、はい、白18の5、うん、黒ポロポロと白18の4、まあ、なんだかんだあのポロポロ石を取ってるんですよ ね、 すよね、はい、なんだかんだね、はい、うん、それがやはり大きかったですね、うん、そうですね、はい、20秒1、2、3、4、5、6、白19の4、まあ、相当細かくはなってますけどね、20秒1、2、黒19の5放り込み、うん、まあ、やっぱりまあ残ってますね、黒にね、20秒1、2、3、4、5、白19の6取り、黒19の7、白19の3次、20秒1、2、3、4、5、うん、黒1の13、白3の12、まあ随分白が得したんでしょうけれどもね、はい、まあ、それでも黒が、うん、そうですね、20秒、はいはいはい、2、3、4、5、6、7、黒1の12、次、20秒1、2、3、4、5、6、白10の2、黒17の5、白19の5、次、20秒1、2、3、4、5、6、7、ん、黒11の4、並び、こういうところも大きいですね。10秒、そうですね、なんだかんだね、はい、逆に跳ねられるとね、白地がついてきそうですからね、はい、うん、まあ、それにあの白の先手になってしまいますし、はい、まあ、逆寄せで結構大きいですね。1、2、3、4、白4の1、黒3の1、押さえ、20秒1、2、3、4、5、6、白1の7、跳ね、20秒1、黒1の6、押さえ、あとはもう、うん、そうですね、小寄せですね、はい、はい、20秒1、2、3、4、5、白3の19、押さえ、さすがにここからは5の19、そうですね、まあさすがに、うん、送らないでしょうか、はいはい、20秒1、2、3、4、5、6、7、白1の4、大きい、こういう寄せ方があるんですね。これは得になるのかな、つけてあんまり、まあ、黒1の3、つけ、あんまり影響はなさそうな感じですけどね、はい、うん、まあ、どうせ、まあ、黒としては1手8目の字ですから、はい、うん、まあ、おそらく同じですね、あ、はい、20秒1、2、3、4、5、6、白19の12、黒19の13、20秒1、2、3、4、5、白2の3、黒2の2、まあ、何が起きるということでは何も起きないですね、はい、20秒1、2、3、4、5、白1の2、取り、黒2の4、次、まあ、別に、はい、両方とも白も黒も損得はないんですね、これやってるね、はいはい、まあ、最終的にこれみんなダメが詰まってきた時に黒は、まあ、なんていうんですかね、1の1に放り込むような形にしておいて、はい、良好という形なんだよ ね、はい、それで8目の字なんですよ、はい、うん、何もやらなくても8目の字なんですよ、はい、だからまあ損得なしということですね、まあ、一応やっといてもいいのかな、いくらかね、まあ、どこかで他にこうがなった時には、白はまあ絶対負けないと、白15の7、ただまああの現在別に良好じゃないですかね、ダメがいっぱい入ってますからね、はい、うん、ダメが詰まった後の話ですね、後の話ね、うん、黒13の5、20秒1、2、3、
4567。白1-11、黒1-14、次。20秒。1234567。白3-9、黒1-8、取り。これ白も左辺どうやって受けていいんだか分かんないですね、うん、はい。20秒。1234567。それで投了しましたね。バカなことやるな。243点をもちまして黒番長地君25世本因坊の中押し勝ちとなりました。ここが切れたんだな。緊張した。黒番長地君25世本因坊の中押し勝ちとなりました。加藤角段、一曲を振り返っていかがでしたか。うん、そうですね、はい、初め右辺の方でね、まあこう切り取りが打てて、これだいぶ攻めが効きましてね、はい、まあ、黒がだいぶポイントを上げたんですよ、で、まあ、はっきり優勢になったんですけれども、はい、で、まあ、あの下辺あたりもまあこう頑張っていきて、まあ順調に、まあ、終わるかなと思ったんですけれども、そこからまた思わぬ変化に白が頑張ってね、だからちょっと一瞬本当にまあ逆転だったんじゃないかというぐらいに白が得をしたんですけれどもね、はい、かなり追い上げが相当急だったんですけれども、ただ黒がだいぶ損したにもかかわらず、やっぱあの初めのやっぱりリードが大きかったですね。そうだったんですから最後冷静に打って、まあ黒はね、はい、ちょっと足取りはフラフラしてましたけれども初めのリードを保ったと、はい、そういうことでしたね、はい、本当にこう各所でこう本当に 見どころの多い、いや面白いことでしたね、楽しい曲でしたね、はいはい、片岡九段解説ありがとうございまし た、はい、ました。この対局の詳しい解説と棋譜は囲碁講座テキスト10月号に掲載いたします。なおテキストは電子版もありますのでどうぞご覧ください。今日の結果は長地君25世本因坊の中押し勝ちとなり2回戦進出を決めました。次回の対局もどうぞお楽しみに。それではさようなら。今ここにつけたとこなんですけど、つけた時こう打ったんですけどね、なんかつけたとこうつけられるとこうなんか不愉快だからこういうふうにやりたくなるんですけど、こう生で弾いてなきゃいけなかったですね。こう打って羽が重い手でしたね。ここでね、単にここへ曲がった手が重い手だったんです。いや僕の読みではね、こう打ってね取ってでこうなって繋いで押さえて切って、まあこうなれば実戦と一緒なんですけども、これならやれるかなと思ってたんです。ところがね、この単にここでここへ曲がったというのが非常にうまい手なんです。まあ実戦こう打ったんですけども、もしこう打つとこれはこう切ってね、ここ両あたりですから、でこういうふうに引くのはとても辛いんです。で取ったんですけども、でこう打ったんですけど、この手がね、ちょっとここですぐこういうふうに打ってね、つないでつないで、でここへつないで、そしてこういうふうに打ってればもうこれは今頃彼がここで解説してたかもしれないですね。この手が非常に素晴らしい手でした。せっかくうまいと打ったのにね、彼ここでなんでやめちゃったのか、こっち打ってるべきでしたね。でここを打ってこれを取りに来たのはちょっと小さかったですね。 この南北ね、でここをいっぱい聞いていろいろねついてなったですから、せっかく素晴らしい手を打ったのに続ければよかったですね。はい、こんなもんでいいですか、はい、ありがとうございました。